私の名前は葵。一応普通の女子高生、普通の、そう、この足を除いては。私は小さい頃交通事故に遭ってしまった。奇跡的に一命は取り留めたものの、左足に後遺症が残ってしまった。普通に生活する分には問題ないのだけれど、歩くとき少し足を引きずってしまうのだ。私の家族、学校の先生、私の幼馴染のカナオやその家族を除いては私の足のことは知らない。むしろ気づかれないように隠して生活してきた。でも高校生になり、私は初めて恋をした。おーい、猪之助さん。そう、今目の前にいるこの人、橋平猪之助さんに。おい、なんで先に帰っちまうんだよ。猪之助さんと出会ったのは高校の入学式の日。校庭の桜を見ていたら、木の上から舞い降りて、いや、落ちてきた。あまりにも変な出会いをしたからか、その日から気づけば猪之助さんを目で追っている自分がいた。それから数ヶ月が経ち。ごめんなさい、カナオと話しながら先に出てきちゃいました。ゼリーが一緒ならしょうがねえな。炭治郎、部活で遅いらしいもんな。ほらって。私たちはお付き合いをすることになった。それも猪之助さんから告白してくれたのだ。私は今猛烈に幸せ者です。はい、まだ慣れませんね。いい加減慣れろ。もう付き合って1ヶ月経っただろ。足気をつけないと。そう、付き合って1ヶ月。でも私は未だにこの足のことを言えずにいた。隠し事なんてしたくないのに。でも足のことを言ったら猪之助さんはどう思う？気持ち悪がられたら？足が原因で別れることになったら？それだけは絶対に嫌だった。私の初恋なんだから。おい、葵、聞いてんのか？あ、聞いていませんでした。少し考え事を。何でしたっけ？明日デート、どこ行く？いつもカフェとか映画とか、まあ悪くはねえけどさ、たまにはショッピングモールとか動物園とか、そういうとこ行かねえか？ほら、葵誕生日だし、彼女にプレゼントとか買ったことねえし、一緒に買い物に行ったら誕生日プレゼント一緒に選べるだろ。どうだ？そうですね、猪之助さんと付き合うようになってから毎日のように一緒に帰るようになった。その度に足のことを気づかれてしまうんじゃないかとヒヤヒヤしていた。だから私はいつも手をつないでいても猪之助さんの少し後ろを歩くようにしていた。デートも同じだった。猪之助さんは家まで迎えに行くと言ってくれるのですが、なるべく一緒に歩くことがないようにといつも現地集合、現地解散にしていたのです。あ、どちらかの家でゆっくりするのとかどうですか？一緒にケーキ食べましょう。誕生日なのに出かけなくていいのか？葵がいいならいいけどよ。はい、お出かけはまた今度にしましょう。そういえばテストの点数どうでした？このまま猪之助さんに気づかれなければ平和にお付き合いできる。いつかその時が来るまではなるべく一緒に歩くことは避けてこのままでいよう。あ、まあまあだ。まあまあ？何点でした？言えるかよ！秘密だ。ずるい。教えてくださいよ。教えん！じゃあ聞くけどよ、葵は俺に隠し事はないのか？あるよな。隠し事？もしかして猪之助さん、私の足のこと気づいてた？
それで私が隠しているのも気づいて、隠し事ごめんなさい。足のことですよね。伊之助さん、気づいていたんですね。ごめんなさい。こんな足じゃ一緒にいて恥ずかしいですよね。気持ち悪いですよね。隠してお付き合いしてすみませんでした。あ、泣くな。足のことは、であとあの日から知ってたっつーの。お前、桜の木まで一人で歩いてきたろ。俺は葵が歩いてくるのを見ていた。だからあの時から知っていた。足を少し引きずってんのが何だってんだよ。恥ずかしくも気持ち悪くもない。葵は葵だ。それは葵の個性だ。だって隠し事あるよなって。あのそれはだな、違うんだ。え、隠し事がどうのとか言ったのは、俺といる時葵いつも何か考えてる顔してたからずっと気になっていた。俺といるとつまんねえのかと思って。でも勘違いだった。すまん。てか、彼女が悩んでるのに気づいてやれないなんて、俺はバカ野郎だ。彼氏としてダメダメじゃねえか。くそ、俺のバカ野郎。伊之助さんは怒っていたかと思うと泣きそうな声を出してその場にうずくまった。伊之助さん、伊之助さんは涙を必死に隠していた。これは私を思っての涙。伊之助さんはこんなに私を思ってくれていたんだ。それなのに私は。伊之助さん、ありがとう。伊之助さんがこんなに思ってくれているのに、私は伊之助さんのことを信じていなかった。足のことを知られたら嫌われちゃうんじゃないかって臆病になっていた。一人で悩んで隠すことばっかりに必死になって、こんな私を好きになってくれてありがとう。私、伊之助さんを好きになってよかった。この人の彼女になれて本当によかった。こんなって言うな。葵だから好きなんだ。俺の自慢の彼女なんだから、隣で堂々としていればいいんだよ。俺は葵じゃなきゃダメなんだ。伊之助さんは怒っていたかと思うと急に照れたように顔を赤くした。明日のデートどこ行くか考えとけよ。それならさっきおうちデートって。大丈夫、こうしていればどこでも行ける。もちろん無理のない程度でな。伊之助さんは私が今まで足のことを気にしてデートの場所を選んでいたことを気づいたようだった。そして手を恋人つなぎにつなぎ直すと優しく微笑みかけてくれた。明日楽しみだな。伊之助さん、お待たせしました。翌日、私は待ち合わせの場所まで歩いて行った。まだ伊之助さんにはデートの場所は告げずに。おう、全然待ってないから気にすんな。つか家まで迎えに行くって言ったのに、やっぱり嫌なのか。いえ、嫌なのではなくて、普通のカップルみたいに待ち合わせってしてみたくて。そっか、葵がそうしたいなら別にいいけど。で、どこ行くか決めたのか。はい、これ。これ、ディズニーのランドの。伊之助さんは私から渡されたディズニーのランドのチケットを受け取ると目を丸くしていた。はい、今までコンプレックスを気にしてずっと行きたくても行けなかったの。伊之助さんのおかげで私は私でいいんだなって思えたの。だからここに一緒に行って、伊之助さんの手で私をずっと支えててくれませんか。葵。急に私の名前を呼んだ伊之助さんは人目を気にせず私を抱きしめた。伊之助さん。
任せろ。一生俺が葵を支えていく。俺が守る。葵の全てになる。だからずっと離れんじゃねえぞ。はい、私は自分のコンプレックスも含めて自分を好きになることができた。それはあなたがいてくれたから。ありがとう、伊之助さん。